はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。ということで、お知らせの方でね、クリスマスの情報が出たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではもう早速見ていくんですが、今回は12月8日から、17日まである、まあ約9日間の、クリスマスイベントになっているという形ですね。はい、でまあなんかっていう、まあイベント限定で今回はマルタのサンタが実装されるということで、まあちょっとそこも楽しみだなっていうのがあるんですが、なんか結構ふわっとしてるイベントになってるのかなとか思っているんですが、まあいろいろ書いてるね。なんかサンタクロースとはエリザベートの語る曖昧な定義を聞かされたスカディが怒り役とでなんかあるらしいですね。はい、なるほど。でマルタさんがサンタになったと。まあ確かにな、聖女だしな、一番確かにサンタクロースになりやすい気はするけど、まあ料理関連っていう意味でマルタさん、そういえばカルデアキッチンの中に入れてなかったけど、まあマルタさんが、サンタになるという形になっております。はい、でイベントの、概要なんですが、まあいつも通りのボックスイベントになってんのかな。まあちょっとそこら辺も見ていくんですが、まあ星4のマルタさんが期間限定で加入するんで、まあメインクエストを進めてマルタさん加入させようっていうやつですね。はい、で、書いてますね。さらに各クエストで入手できるイベントアイテムを集めることで各種報酬と交換できるほか、さまざまなアイテムがもらえる抽選にも挑戦できますということで、ボックスイベントおめでとうございます。やったね。まあ正直ね、ネロ祭りとかあそこら辺のやつと比べたら、まあ効率的なことを考えるとちょっと低くなってしまうんですが、まあ普通にいい感じのやつになるんかなとか思ったりしています。はい、で今回のイベントなんですが、12月8日から12月17日まで本イベントは10日にわたって開催される期間限定イベントとなっております。でイベント参加条件は雰囲気をクリアしたマスターのみが参加可能となっているんで、ほとんどの方が、参加できるかなと思います。はい、でイベントの進め方いろいろあるんですが、まあここら辺で書いてるっていう感じですね。はい、でツリースプーンを集めることによって抽選でいっぱい箱が引けるっていう感じか。あ、なんかすげえ概念霊装が尊い気するけど、まあ後々見ていきましょう。はい、で、聖女見習いの交換券を交換ゲットすることで、まあマルタさんを正式加入できるよという形になっているんで、まあとりあえずこれに関しては箱は開けて、まあゲットするという形でいいんじゃないかなと思います。でここですね。はい、日ごと解放されるメインクエストを進めようということで、まあ今回が多分次元式のボックスイベントになるかなと思うんですが、次元式のボックスイベントって初手から最高効率回れないんで、まあさっき言った通りネロ祭りとか、まあスカディの祭りとかと比べたら最高の コスパが良くないという形になってしまうんで、そこだけ注意してください。まあただ脳死で周回していれば、まあコスパとか関係なしでガンガン箱に関しては開けれるかなと思います。はい、でプレゼント抽選でゲットした交換券を交換したら正式加入できるよとかいろいろ書いてますね。はい、でプレゼント抽選でメリーサイラーゲットすると、まあホーグレベル上げれるよといった形になっております。はい、めちゃくちゃ噛んでますね。で次、メインクエストは新しいストーリーを毎日更新ということで、書いてますね。メインクエスト第1から第2がずっとあって、でまあ13日に一応終わるという形になっております。でまあ13が最高効率になるかなと思うんですが、まあ変則と、普通の周回とかになるんで、だいたい11ぐらいからがっつり周回していけば、まあコストパフォーマンスよく周回できるかなと思います。はい、まあただ俺は何も考えなしでずっと周回しているでしょう。ということで次、メリーサイダーを消費して特別なクエストに挑めるよと書いているんですが、メリーサイダー消費すると挑戦できるやつは、クエストクリア後何度も挑戦できますよと書いているんだけど、まあこれは多分放置でいいんじゃないかな。なんか前回もこういうのあったんですがコスパ悪いよねっていう結果になっていたんで、まあここは詳細が出次第ちょっとお話ししていこうかなと思います。で次、お料理修行について、イベントで獲得可能な、バター、エッグ、フルーツとサイダーのうち3種類を組み合わせることによって、なんかいろいろお料理修行ができるらしい。はい、でお料理修行に関してはクリアするとマルタさんのサーバントコイン、コマンドコードなどが、入手できるという形になっているんで、これは1回は必ずクリアしておこうっていう形かなとなってるから、まあとりあえず、毎日毎日、更新されるっぽいんで、まあ更新され次第軽くやっていくという形でいいんじゃないかなと思います。はい、
で次、釣りスプーンでの交換で報酬獲得って書いているんですが、まあ、これはガチャの方ですね。はい、ガチャの方があるという形になってるんでいいかなと思います。11回目以降は一度に最大100個をもらうことが可能ということで、うわー、もう絵面が気持ちいいやっとかっていうか、それだったら一括で開けさせろやっていうツッコミもあるんですが、ん?っていうね。まあそれもいろいろありますが、まあ一応10箱以降に関しては毎回10回押さないといけないかったやつがなんと100回ですぐに、開けることができるという形になるんで、これはやっといいアップデートですね。ありがとうございますという形です。はい、で次プレゼントのラインナップ見ていきましょう。まあ1回から4回目がまあ一応当たり素材があってっていう感じですね。で、プレゼントの方なんですが、イベントアイテムメリーサイダーとクリスマス交換券、今年もありますね。ありがとうございます。でスキルに関してはマガタマ8連毒針鉄喰、いいっすね。もう毒針めちゃくちゃ欲しかったっていうのとマガタマも欲しかったんで、いやちょっと頑張りたいな今回に関しては。ちょっと欲を出して1000箱頑張ろうかなとか思うんですが、ちょっといろいろ考えつつ周回していきましょう。でそれ以外だと秘石魔石奇石がいろいろあるっていう形ですね。うん、でその他アイテム、10回目までリンゴ、金のリンゴ、銀のリンゴを入手できるよっていう形かな。で次クリスマス2021交換券についてって書いているんですが、これに関しては混沌の爪、オーロラ、羽で交換することが可能となっております。まあここら辺は俺持ってる素材だからな、まあ爪とか交換しておこうかなっていう感じかな。まあそこら辺も後々お話ししていきましょう。で、交換の期限としては12月8日から12月27日までですよとなっております。で次お得な攻略方法その1ということで、マルタさんの経験値2倍になってますよと書いているんで、今のうちに育成しておきましょう。まあ今イベント中育成しておこうって感じかな。で次、カキサーバントはイベントにおいて攻撃力アップとか絆ポイント獲得量上がりますよと書いております。まあこれに関してはまあ過去のサンタとかいろいろがまあ追加されてってるという形になっているんで、まあもしなんか絆あげたいなとか攻略でここ使えるって思うんだったら使って周回していくという形でいいんじゃないかなと思います。結構量としては多かったりするし、スパルタクスが入ってたりするんで周回等で使えるキャラクターはわりかし入ってるかなっていうイメージかな。うん、で次お得な攻略方法その3ということで、イベント限定の概念レースをですね、ガウェインですね、妖精騎士ガウェインとかバーゲストのやつだった場合、ドロップ獲得数がアップするという形になってます。でそれ以外はまだ伏せられているということで、どうなんだろうなっていう形ですね。はい、で今回なるほどね NP 獲得量と HP 回復量アップか。ただ攻撃ぶりになっているんで、まあうまいこと使っていけば結構周回等では使える場面あるんじゃないかなと思います。まあなんだろうな、まあ突とりあえずレベル100 1、2枚作っておいて、まあそれ以降は放置かな。放置っていうのは変だな。まあ他の概念霊装に食わせるという形になるかなと思います。はい、で次イベント限定のコマンドカードということで、おかみさんベニエンマのやつですね、混沌と悪特攻 15% 付与強いな、これは強いです。はい、普通にこのコマンドコードやばいですね。で次、ペインブレイカーですね、味方全体の HP を150回復、まあこれはちょっと、回復できるよっていう感じか。で次スズメさんたち、自身の防御弱体状態1つ解除してスター獲得。うん、まあ、今回は圧倒的にベニエンマのコマンドコードが強いんで、これ必ずゲットしておこうっていう形かな。で、マルタのサンタなんですがキャスターなんだ。あ、キャスターなの。へえ、キャスターの配布なんか意外と量多かった気するけど、まあ全体か単体かが分かっているはいるんだけど、俺ここの状態じゃ見れないんでちょっと一回見てきます。はい、見てきたんですがバッファーっすね。はい、ヒーラー的なポジションにいるということで、どうなんだろうな。正直特攻とかいろいろついてたんで使える場面結構あるかなと思うんですが、どちらかっていうと周回等で使う場面っていうのはあんまりないかなと思います。はい、まあ、ただ宝具上げると多分回復量上がったりすると思うんで、必ず宝具レベルに関しては上げておきましょう。で次なんですが、まあいろいろありますね。うん、いろいろな交換権があるんですが、お、50万 QP これゲットできるんや、メリーサイダーで美味しいですということで、まあ伝承結晶とかクイックとかいろいろありますね。コードリメンバーとかもあります。で星5に関しては概念霊装と心臓産毛指輪と、星4に関しては激輪氷チリ
星さんに関してはページ種明かしとなっているんで、まあとりあえず欲しい方に関してはガンガン集めていくというのでいいんじゃないかなと思います。はい。で次、エミアの霊異解放権追加されますよって書いているんですが、これはサマーのやつですね。夏のやつが追加されるという形になっているんで、まあまだ持ってないよっていう方に関しては交換してみるといいかなと思います。はい。まあこれ完全的にあれですね、あの趣味っていう感じなんで、まあそこら辺は後々って感じかな。うん。以上ということでお知らせがあったんですが、これっていう感じです。はい。ガチャの情報がないのでちょっとそこが気になるなっていうのは思ったりするんですが、なんかこの様子だとどうなんだろう、新キャラが出てくるのか、はたまたスカディの復刻をするのかっていうのはちょっと気になったりはするんですが、まあクリスマスに関しては楽しみに待っていく、まあ明日からスタートするんでね、まあ俺もいろいろとちょっと準備しつつやっていこうかなと思います。はい。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。